その後全世界へと拡大しました。4月24日に全ての人が等しく汗をかいてこの課題に取り組んでいくというオールギフ体制を取りながら前に進んでいくと。でこのギフモデルはこの3年への戦いの中で私ども今後のさまざまな行政県政を進めていく上でも非常に貴重な財産になったのではないかと。2020年2月に県内で初めての患者さんを確認して以来、平時からの取り組みを着実に前に進めることが次の備えとして重要になります。引き続きオールギフ体制でのご協力をいただきたくよろしくお願い申し上げます。県新型コロナウイルス感染症教育推進協議会の座長をお務めいただいております。次にパネル、もうタイムリーな体制というの対応というのが一番重要です。今度はですね、物がないんです。ないない尽くしだったんですね。例えばマスクがない、ガウンというのがない。それまでの営業の在り方を根底から見直すことを余儀なくされておりました。休業になるってことはまずかつてなかったことでして、この期間いろんなことが